予約入れたぐらいでゲリラです。ほぼマリナ配信してる？嘘。1時間中学生にはやめてよ。確かにレア。今日はそう、今からね、とある人のとこに行こうかなと思ってるので、早めに始めました。7時半ぐらいで終わりたいと思います。塾懐かしいこと言わんで、もう塾は行ってないです。中学生の時まで。こんばんは、さとしくん、ふく、バンジャラさん、ペンライトありがとうございます。やばい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 。せいがくん、ふく、ありがとうございます。さとし、ハート、ありがとう。顔が薄いです。今日は今日は桃鉄のレッスンだったので、眉毛しかやってない。やすくん、ゆっちゃん、ギフトありがとうございます。こんばんは。赤ちゃんが強い。してないからか。リップも薄い、薄い色、コーラル。チークにしよう。ねえ、違う。まあ確かにレアではある。テスト鬼、鬼、鬼テストだった。こんばんは。明日もやばい。今日は本気でテスト勉強をする。今日は本気でテスト勉強。マリ
どういうこと、どういうことやねん。マリキチとマジで会ってないんですよ。本当に辛すぎて。桃鉄が終わって2月になったら絶対に会う。そう、1月会う日がねなかった。つらい。坂田市民さん、ハートありがとう。うん、休校、それはつらい。それはつらい。もっと勉強できる。大変だそれは。さすがに顔が薄すぎるな。ドライフラワー。声もかん。涙袋だけ作ります。涙袋マジック。これセトラブ取ればよかった。この涙袋の影を描くやつをこうってするだけでこの違い。やってない、やった。この違いです。整形球涙袋。ビフォーアフター。言い過ぎた。ホワイトドクター見てない。最近のドラマ見てない。真犯人フラグしか見てないや。浜辺美波さん、エントリーナンバー0121、イマッピー初見、嬉しい。仕事終わりに嬉しい、ありがとうございます。 ST48 の峰吉ありさです。よかったらルームフォローお願いします。嬉しい。たまたまばったりこの時間にやってよかったな。これちぃ、今っぴちゃん、つらい。ひるつぶさん、かわいい、ありがとう。やつめさん、お疲れ、ありがとう。真犯人フラグ、みんなかわいそうで、どういうこと。
とでくちゅでくちゅでくちゅん。生チョコ飲んだ生チョコ飲んだ。みんな生チョコ飲みました。珍しい時間、そうレアタイ、レアタイってテロップ入れとこうかな。レアタイ、レアタイ配信です。つらいやられたね、つらい。生チョコ飲んだ。だって今日しか、そう、何、私を求めてたから生チョコがでもなんか濃厚、濃厚というか、なんだチョコ、トリプル、トリプル生チョコみたいな、そう、どういう意味か分からんけど、3種類のチョコが入ったのか分からんけど、なんかチョコめっちゃチョコ、そう、とりあえずチョコすぎて語彙力失うほどチョコすぎて、なんか飲み物飲んでるはずだけど逆に喉乾いたけどそうチョコすぎてね、飲み物の今飲んでるはずなのに逆に喉乾いたけど美味しかった。あ、甘すぎないわ、確かに。なんかほろ苦チョコ、ほろ苦もう言えや、ほろ苦の濃厚チョコって感じやけん、激甘ではなかったね。ホットの方マジ水いるもう意味ないやそれ、飲み物の意味ない。ホットは確かに喉乾きそう。さっき我慢してきたんご、いや、ホワイト飲んだ、ホワイト飲んだ人おるホワイトはどうやった服かわいい、ありがとう。バレンタインもらえないとつらいつらい、わからへん、そんなの靴箱にポイって入ってるかもしれんし、わからん、家のポストに入ってるかもしれん。こんばんは。結論はとにかくチョコやった、うん、チョコやった、美味しかった、チョコやった、喉乾いた、これが感想私の感想です。白い恋人、あー、一時期コンビニにあったやつね、あれは飲んでないな。アイサは惹かれたけど、何回も惹かれたけど飲んでない。サトシンハートありがとう。靴箱ないん、え、マジ土足、大学って靴で入っていくんかいねあれあれあれこんばんは、うんうん、ケンヨンバチさんハートありがとう。
土足、土足なんや。高校土足。そっか、上履き卒業。上履き卒業。なんか、こんばんは。まあそっか、そっか、そうだったね、確かに。再犯、また再犯ありますよね。上履き似合い、上履き似合いそうとは。確かに上履きね、上履き秒で汚してた。上履き秒で汚す達人だった気がする。あいつなんか、わーい新学期だー、わーいってなって、なんか毎回足が毎回でかくなるっていうのもあったけど、そうなんか変えてて、半年に1回ぐらい上履き変える時あったけど、わーい新品だーキラキラーみたいな感じで履いてたら、なんか気づいたら誰かに踏まれた誰かに踏まれた形跡の跡がつくんですよ。気づいたら誰にも踏まれた記憶はないのに、かわいそうかわいそうでした。本当に秒で汚れてた。自分で自分で自分の足踏んだんかな、そういうこと。そんなことあるそんなことある。こんばんは。自分で自分で踏んどんかな、自分で自分で。桃鉄はね、どうでしょうか、それはどうでしょうか。鬼の上履き3万円ってどういうことどういうこと。3万円の上履き買ったの。秋田配信、秋田配信あるんですか。ありそう。まかにゃん知ってる人、あ、見ればいい。配信ある、秋田、秋田配信ある、 DMM。 こっちは、こっちじゃない、札幌も配信ある。DMM がありますね。見てくださいまし、見てくださいまし。秋田のさ知識がゼロ秋田の知識がゼロなんですけど、秋田、なんだ、秋田で楽しいとかありますか。秋田といえば
えば千葉といえばディズニーみたいな、秋田といえばってなりますか？お米きりたんぽ、秋田犬、あー秋田犬ね、生ハゲ、多分寒い、それはそう、雪マークだった、なんか天気予報、秋田北海道雪マーク、生ハゲが襲ってくるアトラクション、何それどうなるんですか？カメラマンさんに多めそれは面白い、うん、わしが頑張ろうわ、カメラをじっと、カメラに圧をかけようかな、うん、こうやって見てたら映してくれる説、うん、酒がうまい、秋田と札幌ってそんなにさ違う、だってこことここじゃん、そんな場所的には変わらんのに、こことここなのにその違いでかいんですかね。秋田だったった、秋田有名どころ、何があるんだろうな、温泉、生ハゲ館、うん、違うか、生ハゲ館、なんかすごい、なんか、なんかジブリかってぐらいジブリかってぐらいなんか自然って感じ、ジブリか出てきそう、なんかありそう、広島名古屋って嘘、そうなの、北海道がでかい県、秋田犬会館、きりたんぽ鍋は食べたいな、あ、これ火打ち親ん親子丼地鶏、これですか、東北が長いけん、あ、なるほど、稲庭、あ、これ稲庭うどん、合ってる読み方合ってる、ひない地鶏、ひない地鶏、これは稲手うどん、細麺のうどん、焼きそばもある、あーこれがいいです、これ鎌倉、すげえ、横手市横手ですか、これ大手大手将棋か、稲庭うどんあとやん、横手市鎌倉、めっちゃええやん、めっちゃええやん、
あ、花火大会も出てきた。へえー、すごい。鎌倉グランピング、あ、違う、ん、言っちゃった、違うかった。グランピングいい、雪大手横手か。あ、来たー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 。キャンプとかもいいね。鎌倉いいね。ロマンチックデートやって。やば、どこ？どこ？ミニ鎌倉。あ、そういうこと？すご、これ鎌倉なんやって。ロマンティックデート。ナミさん、星ありがとうございます。キャンドルがロマン、まあそうよね、そういうことよね。ゴジラ岩、ゴジラゴジラゴジラジラジゴジラゴジラゴジラ、いいね。秋田、秋田、秋田初ブーブーレッスンの動画が来てる。鎌倉ってなんで溶けんの？鎌倉のさ、鎌倉の中でなんか焚き火とかするよね。え？ん？鎌倉でもあったかいですよね。なんか鎌倉の中にこたつとかがあるんかいね。なんだって鎌倉って何でしたっけ。なんで中はあったかいのに溶けないんですか、この周りは。すごない、どういうこと。ターナさんかわいい、ありがとうございます。火鉢、ストーブ、中にストーブがあるんかいね。あ、そういうこと？寒すぎて即凍る？あ、もう溶ける、溶けてもカチン、溶けてカチン秒で凍るんか。そういうことね。水着じゃ凍える。じゃあ秋田で写真集撮影はできんのか。悲しいね。こんばんは、ナイキです。ナイキレッスン着です。今日は2枚ぐらいしか持ってないナイキレア。わしはアディダス族なんでね。写真集出すかもしれんってなったら秋田では撮影できんね。ちでもゲレンデマジックすればいいじゃんね。ゲレンデマジックてかさ、名古屋出演すると思います。名古屋もいると思います。こんばんは。水着でスキーするアホやん。頭おかしい。
たらどうする、もう死ぬ、こけたらもう終わり400名、お多すぎ、多すぎんか。こんばんは、こんばんは、もう明後日ですね。名古屋トレードにかけます。かけちゃっていいよ、名古屋みんな来て。だって3回で終わるからね。そうですよね、そのうちチャー秋田チャートリで私も出れて本当に良かったです、よかったです。秋田は私が出しましたからね秋田は私が出しましたからね。そうですよ、みんなみんな忘れてそうだな。そうなんだっけ、独り言のリリー、秋田の女ではないけど、それはあの間違っとるけど間違っとるけど何の縁もないけど、そうよ、独り言のリリーベで、そう私はあんななさんの、そう今日はななさんのあんなだってなって、ななさんが広島まで来れなかったからね、ななさんのあんだとして、そうリリーベやるぞと思って、ゲームはもう9時で、そう9時でね、4人の中から抽選して、4人グループの中から1人だけっていう感じで、じゃあ見とこうって思ったら、まさかのプーって、なんかそういう時に限ってなんか変な運があるよね、変な運があって、なんかあいさあいさになった、せや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 せって感じで、そうゲームとかやらんからさ、桃鉄初心者すぎる私が一生懸命電車の中で桃鉄をやった結果、私が秋田を出しました。そうでもさ、あの秋田ってなってさ、ま、いいかったけどねいいかったけど、秋田ってなって、その次に北海道って来たけど、なんか薄れたよねつらいつらい、秋田ってなって、まあうーん福岡とか沖縄とかが出とったら、あーなんかこことこことここでなんかいい感じに出たなーって感じになって、秋田の次に北海道が来たらちょっと薄れるよねまあよかった、うん、自分が引いた秋田にも行けるので、まあ良かったですフォローしました、ありがとう。相変わらず顔がでかいサボさんなんか個性的フォローありがとうございますうん、北海道にはちょっと負けたけど、秋田嬉しいです。秋田昼夜だからどっちも見てね、 DMM。 ガチ感が出るな、なるほどね確かに他に、楽しみです。名古屋ね、名古屋は来月、北海道とかね、だって家族で行こうとかならんもんね。まあ秋田もやけど、家族で旅行に行こうってならん、まずまずね、なったとしても北海道まで行こうとはならんからね。
人生で一回も行けんところになるとこだったからよかったです。エステじゃなかったらもう人生で一回も行かんかもしれん、北海道とか。50カウント完了、ありがとうございます。チーズケーキね、え、ルタオですよね、声でか声でかかった。ルタオ、ルタオチーズケーキ、え、アリさんマジで楽しみ、楽しみというか買える、食べれるか知らんけど。で、北海道の次秋田やからな、こうやって持って帰らんといけない。新幹線、あ、新幹線じゃないか飛行機か広島まで持って帰れるんかな。え、ル、あの蘇豪、広島蘇豪でさ北海道店やってくれた時に買ったやん、ルタオ、ルタオチーズケーキ食べたんですけど、もうやばい、もうやばい、レベチ、レベチです。そう、いいチーズケーキっていうか、もういいチーズケーキといえばもうスタバのチーズケーキぐらいしか食べたことなかったけどそう、もうこんぐらいで、ワンピース400円ぐらい、スタバのチーズケーキしか食べたことないけど、うん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 、ルタオ、ルタオチーズケーキ、そう、なんかおすすめみんながしてくれてさ、そごうでやってた北海道店、広島にいるけど帰って食べたけど、あれはやばやば美味しかったよ、びっくり。帰りの飛行機で食べた、いい、良すぎる。家まで持って帰りはしないよね、あれ一人で食べそう、全然一人で食べれる、ワンホールワンホール全然一人で食べれる美味しさだった。あれはやべえ、あれはやべえよ。ショートケーキいや、そうなよ、ケーキもね、ショートケーキとかはね本当にね、もうね食べ始めたら飽きる、飽きるぐらいになったんですけど、あのルタオチーズケーキはもうレベチやったよ。海鮮丼、海鮮丼いいね。でもさ、食べれる海鮮がさ、なんか限られてるけど、いいかね、イクラ、イクラがね食べれん、サーモンとブリとネギトロその3択ぐらい。そう、サーモンとブリとハマチ、サーモン、ハマチ、ネギトロ3個ぐらいしか食べれんけど、海鮮丼いい、ある、サーモン丼、サーモン丼とかならいいか。こんばんは。安上がりそうやな、そうなんや。縁側とかも耐えれる、縁側丼とかある縁側丼やばい。不思議ないよね、マグロとかって全然食べないもん。お寿司屋さんに行ってさ、なんか王道はなんかマグロかサーモンじゃないですか、マグロのお寿司は全然食べないけど、ネギトロたたきになったら食べ、好きそう、普通のお寿司のマグロはあんまり好きくないけど、ネギトロたたきになった、マグロのたたきになったら食べれる、ラブ。イクラ、北海道のイクラなら食べるかね、いや分からんけどウニね、ウニね、ウニは好き、ウニは好きっす。
回らないお寿司はサーモンないんですか。何食べたらいいんだ。何食べたらいいんだ。ねウニはね、ほんまにウニは本物食べんと。広島のお寿司屋さんのウニはね、ちょっといまいちか。じゃなくてお好み焼き屋、鉄板や焼き屋、うん、鉄板焼き屋さんとかのウニほうれんなら、おいぴー、おいぴー。そうよ。サーモンが一番おいしいじゃないか。みんな、サーモンが一番おいしいんだ。サーモン高いとこ行ったことないみ。カニ、イクラ、サーモン、ウイ、おお、ウニク、ウニク。サーモン圧倒的1位、それだ。あ、味噌ラーメン。いや、ホッキはやばい、ホッキはやばい、ホッキはマジで美味しかった。北海道に出会って一目惚れしたのが、北海道に出会ってておかしいな。北海道に行って一目惚れしたのはホッケでした。まあそれ以外にも、ね、仙台も一緒に行ったから、前の時は。そう、仙台何やったっけ。仙台のお肉何でしたっけ。仙台のお肉も食べたけど、あ、牛タン、あ、しょ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 、セブン、セブンじゃない。セブンやで、セブンのホッケ。そう、仙台の牛タンもいっぱい食べたけど、私はホッケが一番、北海道のホッケがナンバーワンだった。ナンバーワン、ホッケやばい。牛タン、りんたろうさん、ハートありがとう。なんかね、コウコチンのさ、どこだ、ツイッター、始めた説が浮上してるんですけど、アイさんなんかフォローされてるんですけど、待って、うん、大変大変。こちら田中広子ツイッターがなんか出てきてるんですけど、これは偽物らしいですよ皆さん、偽物です、間違えないでね。これ偽物。今 LINE が来ました。今本人様から LINE が来ました。偽物なんかリプレイしたらおろい、ほんまにおろい。こちら偽物田中広子です。みんな引っかからぬようお願いします。わしが書く、ツイートするべき。うん。この写真は何の写真なんやろ。これ皆様にお知らせするべき。どうやってやったらいいんだ。どうやってやったらいいか教えてください、皆さん、皆さん。
どうやってさ書いたらいいと思います？あれは偽物です。あ、もう普通に文章だけでいいか。ありさ警察指導するか。久しぶりに。待って、田中こう、こうこちゃんのこうの字が出てこない事件もうこれ難しい。ヒロこうこちゃんのこう、こうの字が出てこない説なんですけど、どこ？ひらがなで、ひらがなで、ひらがなでいいっすか。なんで出てこないんだ。まあいっか。これじゃない。出てこないや。スクショ載せた方がいいかな。どう思います？むずい感じがむずい感じがあるじゃん。失礼やん。高校ママに失礼。もう高校ママ、こちらのアカウントは偽物です。ひらがなでいく。あれが出てこん。愛さんの好きなさ、あった。うんうん、何長ほろしそうなんや。見た。アリサ、アリサは出てくるよ。ヒロ、ヒロでヒロって打っても出てこん。なんでアリサの声が悪いんかな。キーボード、
そう、愛なしさ、愛なしさ、オッケー。あ、間違えた。間違えてない。オッケーでーす。オッケー、みんなツイートしました今。あゆ。ほら。こんばんは。アリって入力するとアリサって、おお、さすが。それは愛がありますね。自分でコッココッとってさすが。コウコちゃんよくわかってるね、ベイム君。さすが。さすが。確かにね。でもすごい本物っぽい、本物っぽいでいいからすごい、めっちゃ知っとる人なんやろね。コウコちゃんがさ、好きだったというか、コウコちゃんと仲いい人もフォロー してる、あ、めっちゃ知ってる、知ってる人なんやな。でも一番の推しメンがフォローされてないからな。そう、誰よりも、あ、されてたされてた松岡夏実さんはフォローされてた。やばい。アリサ警察、アリサ警察発動しました。拡散お願いいたします。ピュッ、オケマル。ギフトありがとう。スマホ落として気づかず歩いていたから拾って渡したら変な顔して、つらいつらい、めっちゃ優しいとやん、めっちゃ優しいね、行動したのに。つらつらいね。一番にしてたね、小島子さんとなったんさんと、ふわふわのね、赤坂瀬那さん、さすがさすがだ。すごい分かってる、分かってるというか、知り尽くしてる人やな。おっしゃんギフトありがとう。なべっちバンジャラさん、ギフトありがとうございます。28分やった、早っ。じゃあそろそろ私のレアタイ配信は終わりたいと思います。みなしゃま、さこっちほらでした、よかったです。うん、よかったです。みなしありさ警察、みんな拡散お願いします。ではランキング読みます。13位、サンキュー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 さん。12位、おっしゃん。11位、チャピチャピさん。10位、ヒゲのマサさん。9位、ハローサンタ。
8位星賀くん、7位ひでじろうさん、6位バンジャラモンスター、3位ゆっちゃん、4位やすくん、3位ひろたんたん、2位そうちゃん、1位はドゥルルドゥルン、やすべーさん、ありがとうございます。レアタイレアリアタイレアタイ配信でした。パチ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 。あーそうですね、明日、いや明日は普通に7時から朝配信をしたいと思います。今日はいつもより早めの時間にしましたが、しかもゲリラでやったのでね、すみません、なんか初心に戻った感じですね8時までしかできんかった時代に戻った感じの気持ちになりました。どこかの配信現れないよ、現れない。それでは皆さん本日もお疲れ様でした。今からメールを送りたいと思います。それではまたね、バイチャラポー、バイバーイ。